俺にオーダそろ声がかかる頃だと思ってました。
前のために時間を割いてやる。愛する者のためなら何だってやれるわ。ミッションは整えておかないと。藤川家に恥じない後継者に私は必ず。暗闇に蝕まれた人間にとって眩しい光の誘惑は甘美なものでしょう。ベルベットルームと呼ばれるこの場所へ。